はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全価格ベーカーです。本日の動画では、普段私がね教えているベーカーロボについて、どんな教室なのっていうね教室の紹介動画にしたいと思います。というのも、6月来月でベーカーラボをオープンして1年になります。イエーイ。多くの方がね私の教室に興味を持ってくださって、まあ、行ってみたいなと思ってる方も多いと思うので、ちょっとイメージが湧くようなね動画を作ってみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編はこちらです。どうぞ。パンを発酵させる菌のインスタントドライイースト、ちょっとクリーム色かと思うんですね、はい、これ膨らみます。あとはお塩、パンの味付けになります。あとはお砂糖が透明です。混ぜ合わせましょう。混ぜる。ムラができないようにしておきます。ムラができない。でもなんとなくこう見た目が均一になったら OK ですね。お水を手元にご用意してます。こちらかかってるので全部入れていきましょう。バーッて入れちゃっていいですね。バーッて入れちゃっていいです。これもひとまとまりになるまで混ぜていきます。でもどうですか、あの教室に来られる方ってやっぱ女性の方が多いですか。やっぱ女性がメインですね。でもその中でも1割2割ぐらいは男性の方が来ます。まあいらっしゃって連れてくださるので、やっぱお父さんが多いですね。ご家族持ってて、そうなるほど。で自分で作ったパンをご家族の朝ごはんとかに持っていったりして、素敵、パンをあげてるような。素敵。これはなんていうの。これスケッパーっていうのです。ステッパーっていうの。スケッパーです。スケッパー。スケッパー。生地はなるべくこう重ねて畳んでいただいて、上からぐっと体重込めてちょっと遠くまで集めて、力込めて遠くまで、これを繰り返していきましょう。でぐっと体重。これはあれですか、やっぱりこう圧力というかいっぱい力を込めた方がいいんですか。そうですね、最初の頃は圧力いっぱい込めて、なるほど、ずっと繋がってくるので揺らしながらこねていきます。やり方は両手で生地を塞いでいただいて、そのまま生地は左前、右前、左前、よくある右前、コロコロと転がしていきましょう。なにこれ、気持ちいいですよね。めちゃ気持ちいい、はい。なんかちょっと愛着湧いてきます。あ、そうなんですよね。ですよね。やっていくとした生地は粉っぽさがなくてツヤがあって、あと触った時弾力があってしっかりとね。おお、すごい。戻りました。戻りました。確かに戻る。では生地持ってきていただいて、はい、発酵機って機械があるので、はい、ここで30分ほど温度と湿度を一定にしてくれる。家にいるときはどうするんですか。家でやるときはこういうのがなかったら、家でやるときは、電子レンジとかに発酵機能がついてたりするので使っていただいてもいいですし、まあ、これからの時期夏で暖かくなってくると、うん、あのそのまま室温にほったらかしにしててもちょっと時間はかかるんですけど、ちゃんと膨らんでおく。なるほど、ちょっとそれより時間かかるけど膨らむんだ。はい、へえ、面白い。え、でかくなってるよ。この後発酵具合を指でチェックしていきますね、うん、フィンガーテストって言います。指にくっつかないように第5関節ぐらいの人差し指、パンめがけてブサッと刺します。塞がんなかったら発酵がバッチリ。バッチリです。大丈夫ですか。大丈夫そう。大丈夫です。はい。そしたら膨らんだんですけども、ちょっと潰しましょう。これぐっと半分ぐらいの大きさになるように。壊してる。ガスポコポコ。ガスはイースト菌の出した二酸化炭素なので、抜いてあげるとまた酸素が入ってきて、すごい発酵が活性化されます。ガスがこのつるっとした面をこう貼っていただいて、周りの生地は後ろ側に、後ろ側にってしていただくと、表面がつるっと滑らかになってきます。優しく優しく生地を使って、優しく裏側に手のこの親指のところで滑らなくてですね、で下で、そしたら裏側でちっちゃく、すごい気持ちいい。つまんだところを下にして、あ、素晴らしい。この中に腕ベリを入れていきます。これ2個分なので半分をしていただいて、中に敷き詰めましょう。でこれを全体に均一に散らしたいので、まずは手前側からちょっと生地剥がしていただいて、でロールしていきます。ロールするな。ロール。もっとしっかりめに力からしましょう。あ、もっといいんだ、ね、あ、もっとグワッと寄せてしまって大丈夫。あ、そんなにいいの。あ、そんなんでいいんだ。で、ちょっとこう、余らせておいて、うん、今余った生地をやってみて、ちょっと流します。どうでしょう、先生。ちょっと長さが、
かんない。じゃあ、かんない。こういうのは少しこう、表現して。で、さらに伸ばすと。たまらせて。たまらせて。で、たまらせた生地を上下に流していただくと。あ、これ上手じゃないですか。上手。もういいと思います。これだと結構開きやすいです。あ、ここ。ここしっかり開くと。ここまでつまる。あ、しっかり。はい。なるほど。で、こうだ。あ、そうですね。これも茹でてるときに開いてきちゃったりするので、あ、本当。こことかはしっかりめに引っ張って、あ、くっつけるんだね。やっぱこの最終チェックされてるのって教室感ありますよ。どうですか、先生。おー、素晴らしいです。いいですか。あ、いいですね。皆さん上手に見てます。よし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 。これがプレーンベリー。楽しい。作り方ね。コーヒー入れまーす。お願いします。はい。みんなとどうぞ。優しく取っていただいて、潰さないように持っていただいて、茹でた麺を下にして入れていきますね。茹でた麺を下にして、はい。ではつるっとした麺を下にしてこういう中に入れていきます。30秒。30秒かかってます。1、0。じゃあ繰り返していきましょう。はい、よいしょ。よいしょ。あ、失敗した。大丈夫か。OK。 はい、あー、ダメだ。30秒。おー、オッケー、オッケー、オッケー。で、オーブン余熱と時間セッティングしてあるので、入れたら、下の段で、下の段、下の段にかけて、やけどしないでね。パック入れて、閉めて、スタート。はい。それではお教室の雰囲気はいかがでしたでしょうか。近くの方だったらね、数分で行ける方から、遠くの方だと海を越えてね、アメリカの方とかもご参加いただきました。本当に多くの方に支えられて1年やってこれたことをとても嬉しく、また皆様に感謝をしております。ずっとこう月替わりでメニューを作ってたので、今まで作ったメニューってもうこんな感じになってます。本当に我ながらたくさんレシピを考えたなと思うんですけども、美味しかったよとか言われると、やっぱりこうこの教室やっててよかったなって感じるところですね。ちょうど6月1周年ということでね、今までやったメニューで人気だったもの、通ってくださっている方にアンケートを取って、これ受けたいってやつをね、2つ復活させました。1つはね、ベーグルですね。味が2種類作れるようになってます。ちょうど今日の動画でもね、ご紹介したとは思うんですけども、こうケトリングとか結構ね、細かいポイントがうまくいかないと綺麗に仕上がらなかったりもするんですけども、そのポイントがしっかり学べて、お家で作ってもね、形が綺麗でツヤっとしてて表面バリッとしてるような、そんな仕上がりのベーグルのコツをお伝えしています。そしてケーキの方、復刻メニューはウィークエンドシトロンレモンケーキですね。初夏にぴったりのね、爽やかな味わいと、表面にね白くコーティングする、見た目にも美しくてかっこいい、そんなケーキを作っていこうと思います。その他、来月限定のメニューとしてはカンパーニュを作っていきます。もう水分めちゃめちゃたくさん使います。お家でもね作れる高加水パンの作り方をやっていきますね。このメニューがね一番人気ですね。その他もね、試作に試作を重ねた自信作ばかり、やってますので、ぜひ気になる方は予約のサイトをご覧いただいて、ご参加いただけると嬉しいです。それではここまで動画見てくださってありがとうございます。また次の動画、もしくは直接お会いしましょう。失礼します。